菅原博子校は、日本の物理学者。大学郷土利用機関法人高エネルギー加速器、研究機構名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授、沖縄科学技術大学院、大学学長特別顧問。学位は、理学博士。訓等は、随法中受賞。カリフォルニア大学研究院、シカゴ大学研究院、東京教育大学理学部助手。 東京大学原子核研究所助教授、高エネルギー物理学研究所物理研究系教授、高エネルギー物理学研究所物理研究部第一、研究系教授、高エネルギー物理学研究所所長、高エネルギー加速器研究機構機構長、ハイ大学教授、国立大学法人総合研究大学院、大学理事などを歴任した。 素粒子物理学を専攻する理論物理学者である。素粒子の弱い相互作用を研究し、その対称性について D、菅原の関係式を提唱した。1968年にはカレントの場の理論を発表し、これは後に菅原方式と呼称されるに至った。また、高エネルギー物理学研究所の所長として B ファクトリー計画の遂行に尽力した。 高エネルギー加速器研究機構の機構長に就任すると同機構のニュートリノビームラインと東京大学神岡宇宙素粒子研究施設のスーパーカミオカンデとの間での長期戦ニュートリノ振動実験の実現を働きかけた。また、高エネルギー加速器研究機構と日本原子力研究開発機構による大強度陽子加速器計画を推進し、 大強度陽子加速機施設の建設を遂行した。1938年3月15日、宮城県にて生まれた。中学生の頃は科学に興味を持っていたが、高校生になると物理学に関心を持つようになった。また、数学の難しさに逆に興味をそそられるようになり、数学とか代わりの深い理論物理学の道を進もうと、志す。その後、東京大学に進学し、 理学部の物理学科にて物理学を収めた。1961年3月に東京大学を卒業すると、そのまま同大学の大学院に進学した。大学院では数物系研究科に在籍し、1963年3月に修士課程を修了し、1966年3月に博士課程を修了した。それに伴い、 理学博士の学位を授与された。学位論文の題は、A New Triangle Relation for Non-Lepternic, Hyperon DK and p l a t u s as, A Consequence of the Octet Spuria and the R-Symmetry. 博士課程終了前に、アメリカ合衆国にわたり、1965年9月より、コーネル大学にて研究員を務めた。博士課程終了後は、1966年8月に、 カリフォルニア大学に移り、研究員を務めた。1967年8月からは、シカゴ大学にて研究員を務めた。2001年7月2日、カンファレンスにて日本に帰国後、1968年11月より、東京教育大学にて理学部の助手を務めた。1970年7月、東京大学に転じ、原子核研究所の助教授に就任した。 1974年10月、文部省の機関である高エネルギー物理学研究所に移り、物理研究系の教授に就任した。1983年4月から1987年5月にかけては物理研究系の研究士官にも併任された。1987年5月より、高エネルギー物理学研究所の物理研究部にて、 第一研究系の教授となった。同時に、物理研究部の研究総主官にも併任されることとなり、1989年3月まで務めた。西川哲次の退任に伴い、同年4月、高エネルギー物理学研究所の所長に就任した。所長就任後は、B ファクトリー計画の遂行に力を注いだ。また、高エネルギー物理学研究所での活動の傍ら、 複数の大学共同利用機関などの役職を兼任した。同年4月より2003年3月まで総合研究大学院大学にて数物科学研究科の教授を兼任することになった。さらに総合研究大学院大学では1989年4月から2003年3月まで協議員を 1989年4月から1997年3月まで数物科学研究科の加速器科学専攻にて専攻長を1992年4月から2000年3月まで運営審議会の委員をそれぞれ務めていた。1989年6月には生理学研究所にて1989年9月には国立局地研究所と 各融合科学研究所にて、1991年6月には、岡崎国立共同研究機構にて、1995年5月には、宇宙科学研究所にて、それぞれ評議員に就任している。その後、高エネルギー物理学研究所は、東京大学原子核研究所や、東京大学中間子科学研究センターと、統合されることになり、1997年4月に、 新たに、高エネルギー加速器研究機構が発足した。それに伴い、同機構の初代機構長に就任した。機構長としては、引き続き B ファクトリー計画に力を注いだ。この B ファクトリー計画に基づき、高エネルギー加速器研究機構の結区部を用いた、ベル実験が1999年よりスタートしたが、この実験は後に、 CP 対称性の破れを観測するなど大きな成果を上げることになる。また、関係機関に働きかけるなど長期線ニュートリノ振動実験の実現に向けて尽力した。その結果、高エネルギー加速機研究機構のニュートリノビームラインから東京大学神岡宇宙素粒子研究施設のスーパーオカンデにニュートリノを照射する実験を行うことになった。 この実験は、高エネルギー加速器研究機構と、東京大学宇宙船研究所との協力のもとで1999年より、始まったが、後に、世界で初めて長期戦ニュートリノビームの観測に、成功するなどの成果を上げた。さらに、高エネルギー加速器研究機構と、日本原子力研究開発機構による、共同事業として、 大強度陽子加速器計画を推進し、大強度陽子加速器施設の建設を推し進めた。2003年3月に、気候庁を退任し、公認には、戸塚陽子がついた。気候庁退任後は、同年4月より、ハワイ大学にて教授を務めた。2004年4月、総合研究大学院大学の設置者である、国立大学法人総合研究大学院大学。 にて、理事に就任した。また、2004年4月から2007年3月にかけては、総合研究大学院大学の、葉山高等研究センターにて、センター長も兼務した。2008年、日本学術振興会のワシントン、研究連絡センターにて、センター長に就任し、2012年まで務めた。センター長退任後は、 沖縄科学技術大学院大学に展示、同年より学長特別顧問を務めている。なお、高エネルギー加速器研究機構より名誉教授の称号を送られている。また、2003年4月1日には、総合研究大学院大学からも名誉教授の称号を送られている。専門は物理学であり、特に素粒子物理学などの分野について研究している。 素粒子の弱い相互作用の研究においては、その対称性について表した D、菅原の関係式を提唱した。これら一連の基本粒子の対称性についての研究は高く評価されており、1971年には2種の記念賞が授与されている。また、1968年にはカレントの場の理論を発表した。この理論は、後に、 菅原方式との異名で呼ばれるようになった。このような場の量子論について、大数的な定式化を試みた研究は高く評価されており、1995年には、日本物理学会の推薦に基づき、東レ科学技術賞が授与されている。また、これまでの業績に対しては、四十報賞や、随法中受賞といった英典も授与されている。2005年6月、 国際技術勧告委員会にて1999年10月ワークショップにてありがとうございます。